そうそう、まずは、うん、じゃあここはレコードでもレコード屋でもあり古本屋でもあるわけですからね、うん、宿泊場でもあるわけや、うん、よし、じゃあそれにとっておきの曲を、まあ、自己紹介がてら自己紹介がてらちょっとやろうかな、うん、でもね、まあ、うん、よし、とりあえずみんなやろう。俺に作法してくれ、俺に作法教えてくれ、古本を売る作法教えてくれよ。ギターズカンプロデータは言っちゃいけない、古本やハハハハ、カンプロデータ入っちゃダメだ、お前はこの手拍子でもすごい感じが分からんやろか、カンプロデータは言っちゃいけない古本やハハハ、俺はこの古本に決めた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 、もっと手を伸ばし少し顔だらし、うさぎの感覚でー、俺の素早いことを素早くそしてね、来とる、そうこれが俺の発掘した本だ、俺の古本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 は僕の古本になって僕に役に立つ、だから僕は本を買って何万冊買って本になった、本になった、俺はむしろ本だ、俺になったぞ、本になったぞ、俺は本になった、本になった、本になった、ドゥンダッタドゥルッドゥルッドゥルッっていう曲が曲がこれまあ持ち曲ですけどね持ち曲です今作ったかどうか、いやいやいや、でも、うん、その何やろ、やっぱりこの割とその近代的な思考があるじゃないですか。思考？難しくなってきた。古本屋さんとなんか。やっぱいや今日いや今の古本屋。今の古本屋。ちょっとね。次がちょっとそういった話題にも、うん。そう。ちょっとね。うん、さっき武蔵小路実篤っていう人がいまして、なんか興味があって府立図書館で全集を読みに行ったんですよ。ひどくてなんかますます賢くっていう文章があって、俺はますます賢くなっていきたい、どんどん賢くなっていきたい、89歳になるが私はますます賢くなりたい、でも衰えがあって賢くなってないのかもしれない、でも俺はますます賢くなりたい、ますます賢くなりたいってずっと続く文章があってひどいなと思って、そういう文章が全集3段組で700ページあるんですよ。すごいと思って C も読んでみて、これ C 絶対やばいやろと思って、そしたら、うん、ほんまに同じことばっか書いてあって、それが、うん、700ページ3段ぐらい、あの人の執念はすごいです。ちょっとその武者の工事サネヤツのサネヤツからちょっと近代的な詩を、俺は家が燃えた、でも進め、人が消えた、人が消えた、でもまたいい人がいるだろう、進め、俺は何も持たないだろう、でも大丈夫だ、俺は何か持つ、進め、俺は何か持ったことがあるのか、でも大丈夫だ、まだ持つだろう、進め、俺は何か天使を失ってはばっかりだ、でも手にすることはあるだろう、進め、俺は何か得るものがあるだろうか、だが俺はそれは同時代、俺には得るものがあるから、進めっていうずっと歌ってるそうそうそう、武者の声でさやつっていうのはほんまにその近代を、あれは何しようとしてるんですかね、うん、僕武者の声サネヤツはもう何ぼでも歌った方がいいと思いますよ、あの人、うん、マジですごいです、ネタつきませんからね、700ページ3段組やから、あれすごいです、全紙の17巻と12巻をぜひ読みましょう、はい、いや22巻まで読みましょう、うん、
やばいっすよ、うん、そうそうそういうそういうのを思ってました、うん、どうにか、なんか、15分ぐらいで、ね、まずは僕がいいと思ったら僕がいいと思ったら、うん、ここはさっきも話したんですけど、うん、昨日のようにうん、リルケと相島たけるを、うん、家から持ってきて、うん、ちょっと泊まった先で読んでたんですけど、うん、昨日どっか行ってたんですか。大阪行って読んで京都に泊まって今日っていう感じなんですけど、ああ、いいですね。久々に読んでみたらいいなと思って、うん、そう、なんかちょっと朗読というか、うん、してみるので、うん、人に伴奏つけていただきます。いいですね。相島たけるを惜しみなく愛あうばうという、うん、白樺派ですね。ちょっと武者の声さねやつとはちょっと違うと思う。解説をお願いします。あ、はい、了解です。相島武夫の解説を。相島武夫は、まあ、白樺派の一人と言われてて、まあ、ある女が有名ですよね。あ、うん、そう。でもそのね、まあ、白樺派やからね、あの人もコミューンとか作ろうとして、でもあの人は、まあ、武者の声さねやつよりは賢かった。それは結構ざっくりした言い方やけど、うん、その何やろ、うん、すぐなんかちゃんとして、ええ正気、おはようございます。ゆう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 、今そう有島武郎という文学者について解説をしてくれてます。そんなに知らないですけど、はい、うん、武者の工事はよう知ってるけど、うん、でもあれ、でもあれ、まあ、あの人も白樺派やから、まあ、夢を持っててね、観念的な、まあ観念的な、うん、そう、デカン症っていう感じですね。デカルト、カント、ショーペンハウアー、昔の、うん、昔のそういう人らのなんか、そういうなんかそう一行とかでブーって学んだ人のアイドルがそういう白樺派の人。はいはいはい、やるやる、はい、やる、はい、もう私は私の饒舌から地獄すべき時が来たー。ただし私のこの感想が読者によって考えられるならば、部分的においてでなく全体において考えられんということを望む。その一部分だけに対する漁師は往々にして人を迷路に導くいかる事故に同化しきったものに施すのは、すなわち事故に施すのは世にも感謝すべき事実を認めないほどに愛の隠れが見失ってしまった人のことだ。そろそろ歌というかメロディーつけんとわからですね。ワンチャダメです、ね。長い回り道という、このね、なんかこういう風に囲んであるんですよ。こう本読むときにこんな感じで、うん、これは何かあったんでしょうね。多分自分の中にピンとくるものがあって長い回り道、ま、長い回り道、うん、じゃあ長い回り道ということでちょっとやってみましょうか。ちょっと僕もギターを手に取って、お、いいですね。歌っていきましょうかね。歌いましょう。コードは何にしましょうか。コードやっぱり長い回り道やから、うん、Bmb マイナーマイナーコードはね、ま、全然わかんないですね、これね。あ、じゃあわ かんないというか、変なコードにしましょう。長い回り道やから、なんか紆余曲折あって、あ、そうか、紆余曲折があってむしろ戻るみたいな。じゃあ戻ブルース的な。あ、ブルースいいっすね。またこれかって感じですけど、いいだけ
はい。哲学者ってことになってるんだと思うんですけど、そのなんかひどくてその人っていやおもろいおもろいけど、もうなんかすごいすごいよね、もうすごいすごい世の中を恨んでて、なんかもうお前らクソやってずっと言ってる、もう人間とかやめた方がいいとかずっと言ってる、なんやこいつはと思ってめっちゃ読んでるんですけど、最近シオランの対談集を読みました。すごいですよ、すごいですよ。誰と対談してるんですか？え、全然知らんわ、みんな全然みんな知らんねんけど、でもシオランの一番の傑作あれやと思う、めちゃくちゃおもろいなんか面白いですよ、もうなんか農民の方がええとかずっと言ってるんですよ俺は牧歌的な方がええみたいなずっと言ってて、牧歌的な方、俺は 10代の時までは牧場にいたんや、だけど引き裂かれて行ったんやって言って、いやいやみたいなで、パリに行って、パリもクソやって言って、パリなんかほんまにいいことなかったって言ってた、パリほんまにいいことなかったって、すごいピックだなこれ。これはね、あのね、繋がってんやん、繋がってて、なんとアクセサリーにもなるっていう、なんだとなんだと今気づいたのこれね、あのいわゆるノイズがこう乗るじゃないですか、あなんかこのお店結構変な地獄飛んでみててピーって言ってるんで、それは避けられないんですけど、これでもなんかこの金属部を触ると、うん、なんていうかアースというか、うん、ノイズが消えるんですね、っていう風になってて、そういうちょっとつけてみました。いいですね。なんだったっけな、うん、パリですね、話パリパリパリとかどうですか？行ったことない。シャラポってシャラポってフランスですか？フランスじゃないです。フランスじゃないです。シャラポは何ですか？どこの国ですか？シャラポ元ネタ？元ネタ。元ネタはロシアじゃないですか？ロシア、うん。ロシアのテニスプレーヤー。今年のウィンビルドンはね終わっちゃって、シャラポは全然稼ぐせえんで、ただクルム伊達公子とかですよね。あらあら思って、そうなんですよ。じゃあロシアの楽器ってなんかありますか？え、なんやろ、バラライカとか。バラライカって何に近いんですか？何に近いんやろ。バラライカはマンドリンとか近いかな。うん、に近そうやな。マンドリン、テルミンがある。テルミンとかいいじゃないですか。テルミンとかちょっとビビッとくるタイプじゃないですか。テルミンはね、意外とね、来ないんですよ。でも分かります。僕もね、なんかテルミンすごいと思った時期があって、テルミンやってみたら、体に来ないですね、あれ。体に、なんかぐしゃってなんないですね。なんかやっぱ抽象的なんですよ。だからね、じゃあちょっとテルミン的な音で、なテルミン的な音でしょうか。で、まあどれも同じに聞こえるんですけどいやいや、テルミン、ミツ、ロシア、お、いいですね。
社といえば何でしょうか。ロシア民謡みたいなの。あ、いいですね。民謡いきますか。農耕民族の民謡、このリズムで。おいえ。なんか激しい曲でもやりましょうかね。ダニエル・ジョンストン3って曲やります。ダニエル・ジョンストンっていう人がいて、すごい人がいますね、あの人。その、躁鬱的というか、なんていうの。まあ、ほんまに躁鬱っぽいけど、最近また太りました。いや、ね、まあ、ダニエル・ジョンストンすげえなーと思って、僕はほんまに、うん、ああいう感じでいこうみたいな感じがあって、一気に27曲作ったことがあって、うんうん、もう2曲ぐらいしか残ってませんが、そのうちの一つ、ナリム・ジョンストン、次、これやります。実家帰ってもしょうもない、俺の実家でもな、俺のことなんて覚えてねえんだろ、布団に潜って、ダイエジョントの3です、うん、そうそうそう。曲作りのきっかけみたいなのってどういうところがあるの。どういうところから、なんなんなんだろう。僕はあのこう、こう満員電車に乗って、うん、あの神戸京都間を行ったり来たりして、うん、で神戸に帰ってきて、うん、家にこうたどり着いて、こう部屋に帰った時に、うん、あのなんていうんでしょう、あのポロンと音がどうなるんですかね。うん、そっか。僕の場合はなんかそのブーって街出てたらうわなんか面白い文字あるやんと思ったら、はい、文字パッと、例えば僕にはなんかファイヤー天下っていう、それやってください。ファイヤー天下面白い。それしんどいから、マジでしんどいから、ね、そんな僕の曲やります。あ、やりますか。もうあの初めてできた曲っていうのがあって、あ、ここでは何回かやらせてもらってるんですけど、あのそう、さっき言ったみたいに、あ、こうなんです、まあ、家に帰ってきてポンと弾いて、こうなんかメロディーとフレーズが一緒に出てくるんですよね。あ、なんかこの感じがすごい新鮮で、うん、そのまんま残してるっていうか、うん、改良をあんまりせずに、あ、ライブやるために変わってるんですけど、いいですね、うん、まあ、これは多分僕のライブを見てくださってる方は同じの曲だと思います。今から出かけるっていう曲です、うん、タイトルと中身あんまり関係ないですね。そうね。星の花束のこと、
ただ広がっていて、割とうまくやれそうなそんな気がしながら、なってて頭の中にすごいあのいろんな事柄がこう、うん、全然ねあの関係なくもうぐちゃぐちゃになっている状態で、うん、家に部屋に帰ってきた解放感からかそれが自然と出てきて、あ当時あのよくメールしていたメルトモのことを思って、うん、名前が分かったんで検索してみたんですよ。おー、何それそういう現代的なね、うん、あの現代的なね調べても、うん、何も出てこないですよ。あら引っかからないというそういう、うん、点ことの点末を歌った曲なんですよそういうことやったのか。そんな現代的な現代的な要素も踏まえつつの歌詞なんですよ、うん、なるほど、はい。やっぱり現代社会とかやっぱり対抗していかないといけないですからね、はい、対抗というかね、うん、なんか何かしらさ社会を変えていきたいみたいな、うん、政治とかじゃないけど、ね、政治的にはあの、うん、ね共産党に入れたんですけど、あノンポリっていうんですか、うん、そんな感じなんであんまり意見持ってないんですけど、うん、態度としてはこう、うん、非常になんていうかパンク的なものでありたいなと。いや本当にそうですよ。でなんかねやっぱ音楽がまたモデルとかになるみたいな気がするんですよね。なんか社会を変える何かみたいな、ね、なんか例えばなんか僕バンドやってるんですけど、はいはいはい、うん、今日もレコーディングなんですけど実はなんかほんまにみんなバラバラなんですよバンドが。でもなんかそれがなんか変に一つのまとまりみたいな。バンドは賢いユリシーズです。あ、それそれそれ。それを、うん、のことを指してるんですか。今日はそうですね。今日は。うん。そうそう。あれはほんまにみんなバラバラで、うん、なんか、うん、どっから来たんやろうと思いますもん。変な人ばっかで。うん。あなたもね。何言ってるんですか。あなたお前。いやでも、うん、なんか君とはなんか随分と付き合えそう。随分とって何ですか。いやほんまでも最近卒業したばっかりなんですか。あ、そうなんですよ。あ、先輩です。先輩、うんうん、先輩というかどうしたの、うん、今何歳ですか。23です。僕が23の時はまだまだ、うん、まだまだ、うん、学生まだまだ俺これからみたいな。俺これからってなんすか、うん、そんな僕だって俺これからですよ。僕だって俺これからですが。まだまだ俺これからなんだよって言ってあの学校に通ってました。あ、なるほど、うんうん、文学部ですよね。文学部ですね、うん、一応あの
経済の動向について語ってくださいと言われても私は無理です、うん、ああ僕はもう別に日本文学について語ってくださいとか言われても分かんないんですよ。医者も工事さんのやつとかさっき。あでもあれはまたちゃうやん。なんかある人変っすよ、あの人。あの人は文学じゃないっす。言うとるけど、ダメっす、ダメっす、ダメとは言わんけど、完全肯定したらこんな風になるんやろみたいな。なんかダメっすよね、ダメ、ダメっていうか、面白いですけどね、あそこまで行くと。執念ですから、僕執念ある人好きです。うん、だから、シオランとかも好きだし、ね。シオラン呼んでみますな。ああ、多分めっちゃ好きやと思いますよ。うん、めっちゃシオラン呼んでそうやもん。シオラン、うん、ちょっと話全然聞いてないって、どこの人や。え、ルーマニア、ルーマニア。ルーマニア。そうあのエリアーデの友達。あそっか。なんて言ったらいいかな。宗教学者がいて。でも、シオランは、俺の方が宗教学者やでとか言いながら、神否定しまくってる人だけど、うん、変な人、ね。神についての欲はないですか？神？神。神？神についての欲？神についての曲、うん、曲。神についての曲？あ、でも、人の曲やったらある。できんねん。ちょっと僕も、あの、この地曲の中で、なんとか神に関連する曲をちょっと、あシャルパーさんが歌ってる間にちょっと考えますんで、なんとか顔を繋いでください。どんなやったかな。な、僕の友達ゲンさんっていう人がいまして、ゲンさんが911を見て、すごい思うことがあったと。それでやった曲がありまして、ゴッドって曲があります。歳ぐらいの友達がいて、うん、そう、なんか思ったらしい。なんかやっぱり怒りですかね、それは神に対して。ゴッド、ゴッド、ゴッドじゃなくて、ゴッド、ゴッド、ゴッドって言ってた。ゴッドがゴトゴト言えているみたいな。でもこのネイティブやったらさ、例えば、はい、あの繋がるやん。なんかアンアップルやったらアナポみたいな。そういう感じでゴト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 。ガテ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 ガああ岩にせかるって曲があるんですけど、うん、まあこの部分かな、うん、愛っていうのは永遠に永遠を永遠と誓った。すなわちそれは神のことなのかもしれないですね、うん、そうですね。そういうところやねとか、まあ、うん、何やろ、これは曲名ないんですけど、うん、生まれ変わった時には寝たふりばかりするなって言われて、この度は申し訳ありません。なんでなんだ。あんまり思い浮かばな
からないですね。結構なんか本について歌ってはる人には共感するんですけど、自分はどうしてもこう四畳半的なというか、そんなものにとどまってしまうっていうのが、僕もまあ四畳半しか見えないですけどね。神とかほとんどのことやから分かんないですね。人とか多分神めっちゃ信じてる。ああでもこのこの、うん、これ有島武雄ね、うん、神好きすぎますよこの人。うん、キリスト教徒ですからねこの人ね。おお、そうそう、神好きですこの人。うん、神の元で小説を書いてる人ですね。うん、じゃあちょっとリブケの詩集を参考にしながらちょっと、うん、神について考える会にします。もう一曲、神に関係ある曲、ゴッドの他に。僕ですか？あるかな？神か。神なぁ。でも詩的なものになりがちなんですね。そうだね。神ってね、やっぱりなんか、外のことを考えたら神に行き着くみたいなところありますからね。そういう、なんていうの、概念装置みたいな、うん、なんか、外のあったぞ、あったあったというか、自分の持ち曲で、おっ、まあこれもちょっと神をイメージしてるのかなと思うんですけど、いいですね。この曲は、うん、あのジョン・ケージの、なんでしたっけ、4.33 でしたっけ、なんか、ひたすら無音が続く曲、うん、にインスパイアされてるってわけじゃないんですけど、何も始まらないって曲で、ああ、thank you.
最後は2曲つながってて、うん、あ、なるほど。そう、最初のはまあ何も始まらない曲で、うん、2曲目は、うん、ちょっと神がフュってあ、でも本当の気持ちすごいわかります。ちょっとね、あの、うん、神というかもうあの、うん、なんか信じるもんがなくなっちゃったよ的な歌詞ですよね、多分。あ、もう何をやったらいいかわからない的なの。あ、ちょっとね、時の訪れとかね、そういうイメージが膨らむかもしれないですね。僕のサークル先輩に、はい、ずっと壁を見てる人がいまして、壁を、うん、電話したらずっと壁見てるって言って、はいはい、壁見たら飽きるやろ、飽きたらどうすんねんって言ったら、うん、反対側の壁見るなんかでもそういう人とかすごい神とか見てそうですね。その何もなかったら出てくるんじゃない。ちょっとあの、うん、控えめな感じで、うん、壁についての曲をやります。あ、いいですね。これはいつもライブの最後でやって、すごい絶叫というかバーストするんですけど、今日は控えめに控えめに歌ってみようと思います。うん、作品として取られない。まあ、技術がね、未熟だとそうなりますね。どうしても。いや、でもなんか面白い。私小説みたいなこと言ってません？私小説家みたいなこと言ってません？そう、そういうのあると思いますよね。いや、ありますよ、ありますよ。音楽でも文学でもね、うん、なんか。そうですね。いやあるんですね。そこが難しくてね。いや、でももう、なんか、ふっと出てしまったみたいな感じやから、ね、あんまりね、堅苦しく捉えなくていいんですよ。ギャグと思ってもらったらいいんですよ、これ。ああ、そうです。ギャグ、あかんですけど。いや、でも、ユーモアが世界救いますよ。なんやったら。難しいんですよね、それはね。まあまあ、これが、さっきの曲が一番こう、わーっていう感じです、ね。ああ、いいじゃないですか。まあ、ずっとあーって感じですけどね。あーじゃないですよ。あーじゃないですよ。ないいや、私小説的な曲ってありますか、じゃあ逆に。私小説的な曲、どうやろう。自分のことを歌ったような。自分のことを歌ったら、僕、自分がなさすぎて。ないんじゃないあ、でもその、なんていうか、そのね、四畳半を歌った曲ってありますよ。四畳半人。そう、四畳半一畳半一間もね。またつけといてください。あれ、ティックトック。ここにありますよ。おお。よし、じゃあ、あの四畳半を歌った曲を歌いましょうか。四
4時半歌ってるから、そのなんやろ、オタ作みたいな。いや、もうちょっとかぐや姫みたいな、4畳半フォーク。4畳半フォークっていう曲を作ってました。いきますよ、これ4畳半コードって言ってなんかこう4畳半とかに生きてると、なんかこう卵が気になる。なんかこう4畳半とかに来てると、なんかこう卵の生産者番号が気になる。なんかこう4畳半とかに来てると、なんかこう卵の生産者番号がどんどん気になっていく。あ、ちょっと、なんかこう4畳半とかね、いけた。なんかこう卵の生産者番号が気になりだして、卵の生産者番号に書いてあるその工場の名前とか、どんどん行きたくなる。どんどん行きたくなる。どんどん行きたくなる。人の詩人の
鉄士はよく乱れた糸のような生活の混乱を打ち貫き、言葉はその純粋な形に立ち返らせ、その手によって書き、長いなこれ。いや、でも割島って真面目やな、やっぱりめっちゃ長い、丸が全然つかないっていうか。あ、有島武雄やっぱ真面目っすね。なかなかね、これ小説じゃないのか。これはエッセイ集的な位置づけなんちゃいますかね。あ、そうなんや、真面目っすよ。これ奥村君の方やねん。これ実はそうなんや、貸してもらって返してないから。奥村商店の、ああ、そうだ、あー、あの10月の14日にはあのね、重曹のあの戦闘屋で水を出します。ぜひ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 。めっちゃね、これリルケ、リルケちゃうわ、有島だっけよね。惜しみなくないか、真面目ですね、やっぱでも。え、この、あの、教師のあれはカバーしてるのなかったけど。あら、あら、あら、確執が生まれる。めっちゃ書き込んでるし、ごめんね。かなり昔に書いたから、もう。いや、なんでこれ残ってんやん、これ。ペラって、どこ行ったんかな。これね、うちの父親のやつなんだ。あら、真面目やったんやね。返さなあかんねん。なんじゃなか。簡単縮感ってきます。確執が。だいぶ前やったからもうちょっと覚えてないくらい。なんかやっぱり生活についてやっぱり論じていることが多くて、あ、個性っていうのが何から出てくるものなのかっていうのが、だって私はこれを本能的な生活と仮称しようって、何が私これを本能って本能か、何やろうね。でも生活考えたらね、コミュを作った人なんですよ、やっぱ有島武雄って。そうなんですよ。北海道でコミュの人、北海道出身でね、あのクラーク博士に学んだ人やってました。へえ、そうなんですよ。自分がないっていうのが結構あるんですけどね。そう、自分がないっていうのがあるんですよね。ああ、僕らね、僕らね、でも無人みたいな、僕らの世代ってやっぱそういう感じになるんじゃないですか。僕の友達でもなんか景色になりたいとか歌ってますし。やばーっと。いや、ほんまいるよやっぱり。すげえ。でも分かる、めっちゃ分かるし、その気持ち。なんかね、そのなる、僕も深澤七郎って人も、あ、ギターも弾く人ですね。そうあの人とかを読んで言うとね、なんかほんまになんか残酷な話も多いんだけど、もうこういう感じで農村に取り入れられたみたいな気持ちになる。なんかやっぱ根が農民やから、自分で言った。いやほんまに農民、なんかね、農民って面白いなって思って、なんかそのね、もう自分の意思とかがないんですよね。農耕民族的なリズムってどんなんですか。え、弾けるの常に農耕民族リズムなんですか。いや、それは意識しないかな。多分やっぱり僕はどうしても跳ねてしまうから、西洋的な。だって農耕民族って要するにこういうことでしょ。知らない。いや、絶対そうですよ。ダンスのやつ見たことありますもん。西洋人とかはなんかその、西洋人のリズムとかはやっぱその狩りしてるから、これがバレエの元になってる。これがバレエの元になってるんですよ。絶対。いけ。本当か嘘なのか分かんない。いや、ほんまっすよ。絶対そうですよ。農民の、だから農とかやっぱ農民ですよ。だから、で、日本人ってみんなすりだしですよね。歩き方ちゃいますね。そうそう、バレエはもうこうでしょ。それはやっぱりいつも両手こうやってくる。いけ。ぶえ。これはせえよ。黒人のあのブルースっていうのはそういうリズムがあるのか。ああ、黒人はね、西洋人は縦乗りなんですよ。要はね、縦乗りなんだ。こう、いや、なんか東洋の人は横で乗るらしい。盆踊りとか。縦乗り？いや、縦にスライドさせる。なんじゃねえ、関係ないぞ。関係ない。黒人はね、ちゃう、どっちもちゃうね。縦色でも横でもない。この手骨を使うらしい。民族学者みたいな。
あんま違いが分からない。せいはじゃあこうガンガン声だからユーロビートとかこんな感じ、うえーうえーうえーっていう、なんかまあね、東洋の人がこうやっとしたら黒人はあこうラップラップとかしたい、ラップとかしたい、あうあうあう、ここ、とりあえずここを使うからめっちゃ健康にいいねんて。だからちょっと僕なりのラップというかヒップホップを、えー、意外というかまあもう多分 YouTube に上げてるんでもうネタバカっていう人はいるとは思うんですけど、ちょっとあの初めて挑戦したんですよ。以前一応ギターの弾き語りで、お歌詞はあったんですけど、これはやっぱりヒップホップだと思って、あのですね、あの相変わらずあのこういった MC がありますあの、遅くまであのお付き合いがいただきありがとうございますみたいな感じで、で、あの私は終電に帰れるのかどうか分かんないですけどみたいなことを言って、じゃあこれはあの終電に乗る電車についての曲ですって、タララタラタタラタみたいなアルペジオが入って、あの最終電車に遅れたりとか言って乗ったり遅れたりみたいなことを歌う流れで、あのこういう曲をヒップホップで歌って、でリズムの取り方っていうのはね、多分ヒップホップではないと思うんですけど、そうですか、まあ、ヒップホップ、自分なりのヒップホップってことで、まあ、これマイクやと思って、こんな感じかな、あ、こんな感じなの、こんな感じ、こんな感じか、電車の窓の外の景色、それを近いと感じるのか、遠いと感じるのか、早いと感じるのか、近いと感じるのか、その違いは一体どこにあるのか、わからない、俺にはわからない。まだまだ俺これから、まだまだ俺これからだって。ええやええや、これもっと続けたいんですけどね。あ、やって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 、どんなのが出るかなと、だんだんリズムが崩れていくんだよ。もう崩れるの最高やね。電車の窓の外の景色、それを近いと感じるのか、速いと感じるのか、そちらは一体どこにあるのか、俺にはわからない、わからない、俺にはわからない。窓の外を凝視しているあなたたちの笑顔と、そのヒップホップじゃないな、これは。でも、もうそれやってくださいよ、ちょっとヒップホップなの、まあ、例をちょっと、これ何、これ何、あ、僕ってやるわ、顔叩いてるみたいですね。俺は野球を見に行ったのに出された飯を食わされている、それも動物園のように、あれは動物園みたいだ、俺は野球を見に行ったのに、俺は人の顔を見に行ったのに、見さされている人の顔を見さされている、しかも昔の写真、昔の写真、嘘か本当かわからない、嘘か本当かわからない、俺は野球を見に行ったのに、見に行ったのに、っていう野球やっぱり我々は農耕民族でしたね。いやでもね、やっぱね、日本人って乗らん方がいいからね、そういう盆踊りみたいですね、やっぱり盆踊りすべきやで、やっぱり盆踊り的なリズムな気がします。で、だからやっぱそのなんていうの、例えばホブラティンとか出てくるわけ、あれとか、あれとか農民ですよ、絶対、名前からなんかそんな感じ、農民的な運命が逃れられないですからね。なんかね、あのブルースを、君はリズムがなってないって言われて、あそのままなんですけど、いや、
自分のリズムでいいんですよ。自分のリズムの方がなんか違和感があって面白い。いや違和感とかあった方がいいはずやしな。だって滑らかに音楽聴けたら何もならへん、うん、あもうその言いたいこと言ってくれましたね。でしょでしょ。いやでもね、でもね、でもね、そこに葛藤があるんです。あーなるほど。そう、ね、メトロノームで練習したりとかってちょっと苦手なところはあって避けてたんですけど、やっぱりちゃんと私はギター弾きますよっていう意味やったら、それくらいちゃんと練習せんなと最近思うんですけど、うん、まあ、その社会的責任みたいな感じです。社会的責任。そうなんかあのやっぱ自分は結構こう生活のリズムがあって、あ途切れ途切れなんですよ。でもそうやわ。そう多分な、だから僕とかドラマーと合わへんよな。パーカッションやってる。僕さ、僕ほんまにドラムの意味変えたいもん。だからパーカッションやってみたいな。ドラマーってなんであんななんか、なんていうの、しっかりしてんやろな。しっかりしてんやろな。ドラマーやからや。やっぱり骨やから。いやまあ、うん、でもああいう意味は変えたいですね。ゆるいドラマーがいてもいいじゃないか。賢いレジのドラマーはほんまにすごいです。その意味でゆるすぎます。うん、ドラマーの性格じゃないね。そういうドラムに初めてやった。なんかギターのなんかこう複雑骨折したみたいな弾き方みたいなのとかを練習してた時があった。ああ、それ練習するんですか。ライブでやるっていうので練習やってたんですけど、ああやっぱりそこを否定されるとどうし、なんか自分のリズムというか生活が否定された感じになる気がしてちょっとっていうのがあって、でも、いいですね。でもこうそんな複雑骨折したみたいな生活を送っていてはいけないってことですよね、多分。まあでも、まあそう、まあそうなん、まあそうなんですけど、もっと健全にあの寝て起きてっていう、そんなもう起きたと思ったら20分後にはまた寝そべってみたいな暮らしはやっぱ怠惰っていうことなんですよね。あ、まあそうなんですけど、でも怠惰なギターっていうことですね。でも多分同じ問題点を抱えてるわ。そういう意味で。いや、いいですよ。いいですよ。でもだからなんかそういうのは隠れて戦っていくべきですよ。うん、僕も今そうしてますもん。なんか密かにアゲインストしてる。ゲリラですね。ゲリラで行きましょうよ。まだね、そこは覚悟はね、ないです。覚悟がないですか。そこまで、そこまでする、あれは。もう、そっかね、まあでも、死ねとそうなります。こんな曲はどうでしょう。お、やってください。これも、非常に中途半端なんですけど、ベースラインっていうのをちょっと弾きたいなと思って。あ、これもヒップホップに通じるようなとこがありますよね、さっきの。うん、これに合わせてなんか歌いなさいって。できそうだな。っていうかまあ、本気の曲なんですけどね。押しボタン、刺激スイッチ、スライドさせたらよく回るって持ちネタなんですけど。ええやないですか。沈む、転がる、3年経ってもわからない歪みと歪みの違い。まあ、ちょっとこれはね、つらいですよね、ちょっと。どうなんやね、いいですね、いいですね。まあ、似たものというか派生で、前時代的な党派性から生まれたものはうまいともないやねん。こういうなんかやっぱフレーズからなんか最近よくやるんですけど、こんなリフとかあるじゃないですか、なんかレッドツェッペリン的にやってきてます、あるあるある、お前がどうのこうのみたいなのをこのリフに合わせて歌ってみたりとか、お前のリズムが揺れるっていう。これにピッチをこれになんか合わせて歌ってください。そうなんじゃないですか。あそこで行って、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 あ
かないか銭湯行かなか。あそこ、あそこ、あそこできるか。なんでやからあそこできるか。あそこ、なんでやからあそこできるとか。なんでやからあそこできるか。なんでやからあそこできるか。なんでやからあそこできるか。いや、だって、だって、はいはい、この、ボイビヨ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 ってやるやろ。なんか最近挑戦してて、まあ、この音階に合わせて歌うっていうのね。あそうしたら、ちょっと、ね、あの音階感みたいなのが身につくかな、体に染みつくかな、みたいな。しかも、グレゴリオ星感の発想ですよね。違う、そうなんだ。なんか単線的な。単線的な。和声が入ると、ちょっと、やっこ惜しいですよね。うん、また。よくあるよくある。僕もなんかバンドで立ってギター弾いてた時あったもん。そしたらいつも取れたりとか。なんでやもう、うん、これは五円玉とか挟んでるんですね。ああ、そうなんや。全然ほら、まあちょっと今日はもう控えめにしてる、ね、控えめに座りますか。流れを感じているよ、隣にいる人たちの間に座って、何かを見透かされてしまっているような気がしたよ。続きをえちょっとやってみてください。ちょっとどんな感じになるの。僕音程が分かんないんですよ。僕、うん、みみみすかさねてるから、僕何しようかっていつも考えて考えて考えているのがいいと思って生きて みたいなところが大事なんですよね。もう本当に素でこうその肉体にやっぱり僕らはもう肉体から逃れられないので、ね、どうしてもね。そうだから、うん、まあ例えば小田作とかはね、大阪最高とか言ってゲおそんなこと言ってんの下作的なノリみたいな、うん、なんか分かるじゃないですか。大阪人と喋ったらなんか、うん、真面目なこと言わん言わんっていうか、何なんですか、はぐらかされるみたいな。そういうの割と、まあ、確かにいいか、いいし、まあ、それが、そういうのオンになってるのが、例えば、町田郷とかやってるのかな。あそう、なんか、ようわからんけどね。あと、あ、そうそう、大阪的なノリといえば、やっぱ、ヒデさんもすごいですね。ヒ
綺麗。あ、さ、あの、うん、ウルトラビデ。ああ、そうそうそう。ウルトラビデ、ウルトラオヤブンっていうやつ、イベントがあって、そうなんです。うん、あって、なんかどんなんかなって見に行ったら、3分の2がトークショーやって、うん、なんか質問あるかよろしくーとか言ってるんですよ。おうおう、何でもそういうのやん。いや、ほんまにそうだから。あれすごかったですね。トークショーかみたいな。うん、でも、うん、そう。照明が挟まるとね。うん。我々のようにね。ああ、うん。まあ、いや、でも音楽もやってたけど、その、なんかすごくて、アンダーグラウンド温度みたいな。うんうん、パッパンパンの鳥ですよ。やばーと思って、うん、あれ関係ない、関係ない。ウルトラビデはすごいですね。そうそう、なんか深刻っていうのもダメですよね。いや、まあそうですよね。もうやっぱりユーモアがないとね、どっかでね。ユーモアっていうのはね、わかんないですけど、にじみ出てくる。まあ、うん、もちろんそうですけどね。自分で言うのもないですけどね。いや、うん、でも、うん、そういうところですよね。うん、でも、あの、本当に夢がないっていうのはね、なんか僕、そんな夢がない、方向性がね、誰ともこう重なることがないから、おう、割と重なってる。これね、あの、これも詩集から撮ったんですよ、その後の歌詞は。それなりに凝り固まって、歪んだらみんな忘れたっていう、なんか日本の詩人でそういう人がいて、そうなんや、これいいなと使えると思ってそのままパクったんですけど、そういった由来の曲はこれだけですね、うん、引用したみたいなの。いや、もうどんどん引用していきましょうよ。意外となんか、うん、あのシャープハサミ見てると、うん、乗っかるもんなんやなと思って。乗っかるっていうのは、あの、うん、音楽に。あ、まあね、乗っかるもんなんやな。やっぱりね、乗っかったらまあ、やっぱ農民ですから、うん、そのやっぱ町の祭りにはやっぱ音楽は乗っからないと、そうそうそう。でもやっぱりなんかどうかしら違和感はありますよ。やっぱりそこら辺はね、その巧妙にね、巧妙にでもないできないですけどね、はっきり言って、まあ、ね、むちゃくちゃですけどね。でも農民ってむちゃくちゃじゃないですか、うん、そういう話になってしまいますけど、めちゃくちゃでもないもんね。でもなんかやっぱさ、農民ってやっぱみんなふざけてる連中やしさ、うん、結局っていうかね。じゃあ、そもそも30分なので第1部終了。第1部終了。ちょっと皆さんもそろそろ飽きてきてるから一旦ブレイクタイム。ブレイクタイムで、ちょっと作戦会議を。作戦会議オッケーオッケー。じゃあ、15分ぐらい休憩しましょう。うん、そうやね。楽しかったですね。いいですね。いい話し合いができました、ね。やっぱ話し合いいいっすよ。話し合いは。覚えてます。
ます、あとで。なんかいい歌だよ。何それ。ネタだし。冬山やな。すごい、すごいよ。まあでも、なんかそういう、なんていうか、詩的な曲みたいなのは結構、うん、自分の中で鉄尽くした感があるというか、あ自分の、なんていうか、大学時代とかの象徴的な出来事とかを歌っていることが多いんですよ。あだけど、なんか全然そういうのが最近なくて、別に印象に残らなくて、一個一個そんなに。まあ、うん。詩的じゃなくても、いつか。なんかあんま、自分にこだわりがあると、そういうことに、執着しすぎなのかもしれないけど、うん、なんかもっと生活がなだらかになっていくと、あどんどんどれもこれも同じやわみたいな感じになって、よくも悪くも歌うこともなくなってくるなみたいな。そういうのは割とありますね。うん。どうなんやろうと思うんですけど、どうですかね。そういうのは。小木さん最近の新作。紙飛行機以来。ないです、ないです。あ、見てないや。衝撃の紙飛行機。僕あれ、僕はあれは何としても見やなあかんだよ。ありがとう。ありがとう、やる子は。何言ってくれて。何言ってんや。YouTube なんか上げてんの？誰も何もないと思います。誰も撮ってなかったから。どうでしょう、どうでしょう。なんかすごいな。空間が広がったみたいな。あ空間が歪んだ、あまりの空間が歪んだみたいな。いや、なんか、なんだろうな。なんかメルヘンみたいな取り扱いをされたくないと思いながらも、もう思いついてやりたいなと思ってしまったから、しょうがないと思って。欲しいです。
そんなにパターン面白いんだよ、ロシア選手みたいな。チェーフォー飯島県みたいな紹介者。歌謡曲にそんなんやんそう、なんか演歌、演歌みたいなリズムでしたね。演歌やったんすよ。そういう感じじゃない。やばい。第2部は第2部何か予定あんの？全く何も決めてない。最初から何も決めてない。何も決めずにやってます。でも長野さんとはなんか合うっていうの、やっぱりなんか今日も見てて問題意識は合うなぁ。問題意識、問題意識の塊なんで。いや何を言うてるんですか。問題の塊。問題の塊って何なんで。何を言うてるんですか。生風を聞いたらいろいろ出てきますけど、うん、いやいや、どういう方ですか。あれですか。気持ち悪いです。気持ち悪いです。なんやこれ。僕らと生の年は一緒なの。一緒ですね。大学も一緒やけど、もうそう、9年付き合い。あ、そうですね。気持ち悪い。途中経過、気持ち悪いよ。その通りやと思うけど。でも今日合ってますね。合ってます。あのいつも長野君とコラボする人っていうのは、はい、必ずその違う世界に住む人がコラボってるっていう印象を受けてるんですけど、全く違う。今日はそうでもなくて、いや本来だから問題意識合うんですよ。近いのかな。近い近いね。だからちょっと最初のセッションは逆にやりにくかった。ああ、そうか。まあまあね。あのそのどう来るかっていうか。まあそれもありますね。最初はどういう完全に即興だったの。あ、完全即興で一回やってみましょうかってやって、ぼちぼちでしたね。そうそう。どんな感じのギター弾くのかもしれなかったですし。僕はもうなんかもう。すいません、人材もらえます。面白いさ、みんな国内で表現なんか抑えられる
で、みんなヨーロッパとかで本出したりして、もうめちゃめちゃパンクな感じで。ああ、でも写真家とか聞いたことある。なんか、すごいドキュメンタリーみたいな人が情報を持ち。なんか工場を。ああ、ワンワン。そう。9時間とか。らしい、らしいな。見たんですよ。見たんや。え、すごい。どうやった？いや、あれはすごい生産っぽいやろ。9時間見た。9時間5分だって。9時間見たんや。そう、3部作になって。無作っていうのは僕が見たのは大阪でオールナイトでやるんですよ。シネヌーボーでオールナイトでやる。それは9時間で10時ぐらいかな。日本も撮る前に最初はなんか日本ではなんか山形のドキュメンタリー映画祭のところでやったんですけど、審査員の人も2時間ぐらい寝てたけど、2時間ぐらい寝てたけどこの人が優勝とか。かもしれないじゃん。ちょっと困ると思う。私の受け取り方はそんなに。これは見たことない。違うんですよ。批評だけしか見ない。あれはでもほんま映画ってもうほんま旅でしたよ。もう3時間ぐらいいたら自分がほんま中国の当然微妙な気になって休憩終わってきたらもうもうそのまま中国ってほんまに映画というかもうほんま体験ゾーンみたいな感じ。そうでしょうね。そんだけ9時間拘束されたら終わってからも全然抜けられへんみたいな。やば。ドキュメントってそういうもんか。練習だよ。やばいな。これからが一番持ったら喧嘩してて、その中に中国人で、いろんな人で、喧嘩普通にしゃべってて喧嘩っぽく聞かれますよ。ああ、それはあります。それはあります。調子まくり。野口くんでギターだけ？僕、もう弾き語りするのはギターだけですね。ああ、バンドとか。バンドとか基本的にパークッションみたいな。ああ、なるほど。こうなんですよ。Thank you.
れはセミではない、あれはセミではない、あれはセミのはずがない、あれはセミの発生だ、あれは、あれはセミの発生だ、あれはセミではない、あれはセミではない、恐ろしいセミの声、どうすれば生き残れる、愛し合いセミの声、何すれば生き残れる、あれはセミではない、あれはセミではない。極める古事記だ。俺は川で洗濯物をする古事記だ。俺は川にいる人を道案内してどこに連れて行けばいいのかをちゃんと指示をする古事記だ。俺はちゃんとフラワーアレンジメント資格を取ってるからちゃんと花屋で働いている古事記だ。俺は図書館でいい記憶を得る古事記だ。俺は川辺で寝そべってるやつを、お前そんなところにいたら金行くぞってちゃんと忠告をする古事記だ。俺はね、俺はな、
川に流れた人たちをちゃんと助ける、助けて元の場所に戻す、そういうことをなりわいとして、それ川をずっと監視しているプールのあの人みたいな個人だ。俺はやっぱりフラワーアレンジメントの資格がちゃんとあるから、そういうところをちゃんと見てほしいってずっと思っている小じきなんだよ。俺は図書館で一応清める小じきだっていうホームレス。ベケットのワットって小説にちなんだ曲をやります。ワット、どうやったっけ。溝に落ちた、溝に落ちて、俺はくたびれた、俺はくたびれ、死ぬまで溝に、死ぬまで溝に、死ぬまで溝に、痛いと思ってた。
俺は溝から出ないぞ、溝から出るぞ、暇があったら溝から出るぞ。俺はいつも溝から出たいといつも考えて考えて考えてますが横浜っていう曲です。ベゲベゲベゲ、くたびれてしまった、くたびれてThank you.
よし。どうしようかな。じゃあ次はダニエル・ジョンストンのワンやります。頭の中を左右にして、実際に口を曲げてみた。さよなら。しようとしてる人の前にさよならかぶせる遊び。小さい口の長さの方がいい。口よりも寂しいものがある。誰のせいにするわけでもないことが寂しくて、いつも逃げ込む水道水の中という闇の話をすぐ Do the do Yeah yeah Do the do Yeah 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 Do the doYeah yeah yeah Do 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 Yeah 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 寂しそうな顔するな。いつもの口の方が長いよ。ちょつまらないこと言うと、舞台で話してるのにさらに目が来ると、いつも揺れる背中、カチカチの口。なんでクソガキが許されるんだ。
親たちが笑ってきた。なぜだ、なぜなんだ、窃盗野郎、あのクソガキやよ、クソガキやー、トロフリーマーボスっていう。短い曲やりますよ。いくよ。あの磯崎健一郎の漢字の息子より漢字の息子って曲できました。漢字の息子がいない。体幹の上でバスケットバスケット。おおおゆゆ夢じゃんじゃん。っていう曲がある。肝心の肝心の肝心の私の声がどこにも届かないのは一体なぜなのか。よし、ね
どうしようかな。ね、ない、大丈夫かな。あ、あれやるわ。黒沢清って曲やります。コンガラチョー、コンガラチョー、コンガラチョー、コンガラチョー。それは夢がないから、夢がないからコンガラになっちゃうんだろ。ふふふ、船くれ、船をくれや、船くれ。それは夢がないから、夢がないからこんがらがっちゃうんだろうが。ふふふふふ、船くれよ、船船船船でええねん、船くれ、船くれ。
せは破壊工作。野球のサプライデイグレイオーゲン野球のサプライオールディーズオーゲン丸か丸か野球のサプライAll these are best bro is best bro すてきな おやんぷ壊れかけのあいつは壊れかけのあいつは皆さん耳を澄まして素敵な空を素敵な花を素晴らしい夢を見つけた時のような幸せは生ぬるい味の素味の素ってよしよし何しようかなな、何買ったかな。あ、じゃあハードコアで聞こえるんですよ。俺には夢があるんや。俺やな、俺にはな夢があるんや。俺やなよ、あれや、段階の世代にのように俺には夢があるんや。俺にはな夢があるから俺ハルブーハルブーなんや。俺ハルブー行くぞ。お前のためのハルブー、お前のためのバック、お前のためのハルブー、お前のためのバック、お前のためのハルブー、お前のためのバック、お前のためのハルブー、お前のためのバック。お前なんかしろ、おめえなんかしろ、おめえなんかしろ、おめえなんかしろ。ハードコア、ハードコア、ハードコア、ハードワンツーモー。お前頭のハードコア、お前頭のバック、お前頭のハードコア、お前頭のバック。おい行け、おい行け、お前は俺が認定してる。俺がお前のハードコア責任持ったろ。ハードコア、ハードコアや、ハードコア。メトロでハードコア見たらすごい気持ち上がった。わつは俺のハードコア、お前たのパック、お前たのハードコア、お前たのパックパックパック。
しろ。計算しろ。春を救うものは深い闇を持ち、夏を救うものは同じところをぐるぐる回り、秋を救うものは昔のことばかり、冬の匂いを嗅いだ人は消えた。台風は悲しみが薄い、地震と比べて大地は怒っている。街の外れに、街の外れに、街の外れに、血が出てきた。ね、じゃあ先生こんにちは。橋の向こう側まで競争さ、一番飛べなくは死ぬ。俺とあなたと私以外は先生です。先生が嫌いだから僕は昼間の休憩時間に毒を盛りました。準備はいいか。よし、行くぞ。えいドン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 。レジェンド。これないの？1弦。
際だ。言わせて聞こえることはないだろう。直線横を高速その時をすなわち今だ。瞬間瞬間だ。録音作品でありながら生まれていく瞬間、今は危険に迫ってくる。うわ、迫ってくる迫ってくる。おい、いつか来た道を行く時間が欲しい。 Take by the way なんて言葉口にしてみたところで叶うわけないかもしれないな。君は目を開けて不思議だ、君の心の奥底にあるのが今。ああ叶うかもしれない。時間が欲しい。いや武者の声3やってちょうど俺は86歳になったから。でも86歳まで生きて本当に嬉しかったよ。これは全部新しい村の人たちのおかげさ。新しい村の人たちのおかげさ。どんどん新しい村もどんどん良くなってきている。人たちは調和にあふれ、みんなが仲良しでどんどんいい村になってきつつある。これからもどんどんいい村になっていきたいと思う。やっぱり新しい村はどんどん進んでいくんだってことを俺は実感している。86歳の俺は実感してる。俺は新しい村どん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 良くなっていくんだって思ってる。もうそれは村人もちゃんと思ってる。俺は新しい村になんか離れて今東京の五反田あたりに住んでいますが、でも新しい村の人たちから手紙はよく聞きます。すごい良さそうだから、私の考えたことは良かったんだなと思う。私は86歳になったけれども、本当に本当に新しい村をやって良かったと思ってる。やっぱり人間は進んでいくんだってね。人間進んでいく、みんなから思われる。子供もできてる、いい感じになってる。このままどん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 新しい村歩んでみてください。全集22巻
正解。なんじゃな。でも大丈夫かな、何しようかな、どうしようかな、よしよし、何があったかな、あと割とやったな、ねね、なパス、いやパスってそんなそういうわけにもいかないよ、なあと何やろ、な、どうしようかな、じゃあ退屈ってとこやろうかな、退屈な時はちゃう、退屈な時はずっとウィキペディアの退屈の項目だけ見ていればいい、もみじすることがない場合の退屈、することがある場合の退屈、退屈許容、退屈の受け身、退屈は何なのか、退屈の哲学、退屈の下条理、退屈の価値、退屈はどうやって作られたかということをすごく考えている学会、退屈がなぜここまで近代社会においてダメだっていう風に断罪されたかっていうことをすごいアゲンストしたいと思う委員会、退屈がなぜここまで追い込まれ、退屈を退屈じゃなくしようという風にしてしまおうと思う、その政権の圧力から圧力からこうバッてこう、やばい、そういうのやめろよっていう委員会、退屈は退屈だけです、プリプリプリ、理由は
特になかった。外にすれ違いに出かけた。
3時間を凝縮して10分に誰かにお伝えしようと思います。何が起こったかというのをちょっとでも想像してほしいです。おい、聞こえているか？おおおおお。凝縮やね凝縮派やね伝えないと、うん、伝えないとさよう、さようよ、さようだぞ。少ないなというので、それは日本の近代化における、そう、我々は農耕民族なんである、農耕民族であるのである。西洋のダンスは、うん、そうなのやとしたら我々は盆踊りなんですね。おーが日本や。そう、黒人は円錐の方を曲げまして、こういうノリでラップを。MC ではこんな感じで、あの結構ね、あの神戸で家が遠いので、お疲れ様でしたということで、最終電車についてる曲とか歌ったりとかしてるんですけど、その流れであのヒップホップをやってみようっていうので、うん、あのさっきの話なんですね。そうですね。あの盆踊り。盆踊り。盆踊りのリズムでヒップホップをやって歌うと、電車の窓の外の景色、それを近いと感じるのか、遠いと感じるのか、速いと感じるのか、近いと感じるのか、その違いは一体どこにあるのか、わからない。俺にはわからない。わからんな、これは。時間は5分。まだまだ俺、これから、まだまだ俺、これからなんだって。何があったっけ？ギター、ギター、ソロ、あ、ギター、ギター喋りません。じゃあ僕の曲やります。迫り来る君の声、どうすれば生き残れるっていう曲ありました。恐ろしい。でも私は同じことが言える。私を除いて私の未来、とりあえず私の未来の全体を完成しているものがない。我々は饒舌である。俺はセミではない。俺はセミのはずがない。沈黙すべき時が来ました。はい、
成果でしたね。上越成果的なことをやりましたね。単線的なね。喋らないって言ったじゃないですか。ああ。隣にいる人たちを知らないふりばかりしていてはいけないなんて言われてこの度。武者の声3やつってやばいっすよ。最初は笑ってられるけどずっと読んでたらもうすごい孤独感に苛まれますよ。あの武者の声3やつってね、我々は農耕民族いうことですね。農耕民族なんですね、うん、結局は上にそうですね、うん、あの、うん、パーカッション奏者らしいですね実は。あ、うん、まあ、うん、そういうこともやってます。パーカッション奏者なのにドラムの人はこうなんていうかいただけない的なことは、うん、あ、うん、なんかドラムの人ってなんか仲良くないなと思って、うん、何やろうと思ったらやっぱきっちりしてるんですね、うん、その分やっぱ賢いユーシーズのドラムの人は面白いですね。あの、感じなんですか、うん、なんかふにゃふにゃとして、ありがとうございます、あーいいですねってめっちゃ顕著、表面的にはやっぱメトロノームに合わせて練習するっていうのがやっぱりどうしても苦手っちゃ苦手で、でもやっぱ正確なリズムに合わせて刻むという、あの最近ブルース的なピアニストのキーボードの人とセッションとかしたことがあったんですけども、なんかあの君のリズムはというか君はリズムがいただけないと言われてやっぱり黒人的なノリじゃないとダメなんですよね。おお、まあね、あれはもう黒人的なフォーマットがまずあってみたいな。そうですかね、あのなんかまあギターの弾き方としてちょっと複雑骨折をしたような弾き方っていうのを練習、プラクティスしたりとか。ああ、いいですね。その反復はいいことでもあり、良いことでもあり、うん、ちょっとっていう部分もあるんですよね。ですね。やっぱだから練習していきましょう。うん、毎日毎日生活があるんですよ。毎日。いやマジでそうなんです。生活があるんですけど、うん、やっぱり怠惰だって言われるんですよね。
でも、うん、タイヤで行きましょう。でもまあそこには葛藤があるということが、ね、だからやっぱり問題意識っていうのがね、やっぱりそう。だからもうここは共通しつつも、やっぱり世代感覚的なのが、うん、まあでもゲリラ戦で行きましょう。ここゲリラ戦、あ、うん、ゲリラ戦で、うんうん、そこはだから今までゲリラ戦でずっとやってきて即興ばっかやってるので、うん、ちょっとそれは良くないじゃないかってことで、うん、じゃあ、うん、皆さん最後に、みんな仲良くしていても破壊工作、こういうのが複雑骨折的なギターだと思っています。うん、難しい。肯定もできないし否定もできないし、ね、難しいあたりに来てますね。いや難しいぐらいがいいんじゃない、うん、やっぱりね、はい、それが何だろう、リアリティ、リアリティ、あ、そうです、回る回るこれ結束やったね地球は回る私も回る、回って回って、そう、電源が落ちました、落ちもつきました、で終わりにしましょう。大丈夫だね、はい、終わりましょう。長野さん、ちょっと20分、長野さん、サラコアの口、もう終わった、何万だ、予約したら結構いい感じに、いや、でも、いい、でもほんまに長野さんとはまた飲みましょう。飲みましょう。やりましょう。いや、やりましょう、やりましょうよ。うん。いや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 。いや、いいですよ。うん。なかなかね、うん。あんま気軽にしてても、こういう感じはならない。こういう。いや、いいっすよ、いいっすよ。ということで、うん、急ぎなんですね、急ぎ行ってきました、うん、レコーディングをします。はい、とりあえずなんですけど、あ、すいません、すいません、はい、とりあえずなんですけど、あのちょっとまた、うん、あの後でお知らせしていきますので、あ、すいません、すいません、はい、また次ご会いした時に、ごめんなさい、はい、ありがとうございます、はい、すいません、すいません、とりあえず、レコーディングに行ってきました、ね、楽しかった、楽しかった、ありがとうございます、こちらこそ楽しかった、お疲れ様です、お疲れ様です、ありがとうございます。